水ズラミズラは日本の上古における子供の髪型、またそのような髪に言った子供。水ズラ、アげマきとも江戸時代に玄服前の少年の髪型であった角前髪もこの根で呼ぶことがあるが、本校では上代のものについて述べる。古墳時代の男性派庭などに見られる。分類として揚げ水ズラと下げ水ズラがあり。 一般人に認知度が高いのは前者であり、後者は基人の髪型である。髪全体を中央で二つに分け、耳の横でそれぞれくくって垂らす。そのまま輪にするか、輪の中心に余った髪を巻きつけて八の字型に作るものとがある。揚げ巻きは、その変形で耳の上あたりで角型のタブサを二つ作ったもので、これは少女にも言われた。 神の輪が二つの形のものの方が古いらしく、埴輪などに見られるものはこの形が多いが、奈良時代に入ると輪が一つの形のものが主流となったことが、聖徳太子像などに見える。輪が一つのものにも二種あって、毛先を収めるものとそのまま垂らすものに分かれる。上代では、男性でも水らに串を刺していたことが、古事記のイザナギの読みより、スサノウの大蛇大事の物語に見られるほか、 アマテラスとスサノオの制約の場面では、女神のアマテラスがミズラを言う呪術的な異性相を思わせるくだりが登場する。日本書紀ではタブサと表記されている。ミズラという言葉は、耳に連なるの意で、髪の形状を表した言葉とする説が有名であるが、すべての研究者が支持しているわけではなく、微面の意であり、身は微小であるとする考えもある。マスダの考察よれば、 ミズラとは、良い,い面の意ではないかとする。その論拠として、マスダは、お下げ遊牧民である、モンゴル人が、お下げをくく、あるいは結句と言ったが、これは、良い,い面の意味で、古代、中近世に広まったちょんまげが、大陸方文化に多いのに対し、ミズラのようなお下げ文化は、大陸の北方文化に見られることと関連するものと、見ている。ありがとうございます。